おはようございます、トンさん。今回の動画2本に分けたのとっても良かったと思いますよ。それから冒頭の話の運び方もいいんじゃないですか。やっぱりね、最初にね、この動画を見たらどんなメリットがあなたにあるのかってことをお伝えするのがすごく視聴維持率をね、高めることになります。視聴維持率っていうのは最後まで見ていただくってことなんですけどもね。で、最後までね、見ていただかない動画っていうのは見る価値がないっていう風な判断をされたってことなんですよ。当然パート2の後編の動画にもいかないですよね。まあでも今回動画を2つに分けることによって、本当に前半の動画が後半につなげるぐらいのね、説得力を持つのかどうかってことが評価できますんで、ちょっと怖いですけどもね、長めの動画になるときはそういう風にやってみたらどうかなと思います。それから今回の私の衣装いかがですか。このね、羽織を着て和げさっていうね、こういうのをつけてますけども、なんかお坊さんみたいですよね。だから本来隠居のスタイルっていうのはこういう形で2017年からお届けしておりました。まさに隠居みたいでしょ。で、衣装の持つ効果っていうのは非常に高くてですね、ストーンさんにアドバイスするとしたら、例えばね、こういうふうなピンク色の衣装を経済の話をするときは必ず着るようにする。株式の話をするときはこういったね、明るい色の白とかピンクを着てやる。襟付きのやつをね、やるみたいに決めていったりとか、あとはね、難しい講義みたいな話をするときは、ジャケットを着てみるとかね、そういうのはどうかなと思います。で、ラフな動画のときは、ラフな格好をするみたいな感じで、ちょびっとだけね、自分に対していわゆるこうコスプレを入れてみたらどうかなと思うんですよ。経済学者みたいな格好、株の相場師みたいな格好、まあそういうのがあると思いますんで、ネクタイまでしろとは言いませんけども、ちょっとそういう風にね、自分の気持ちを変える意味でも、視聴者さんのあれ今回はどんな話なんだろうっていう風にね、引きつける意味でも、衣装にも気を配ってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画とっても良かったと思いますよ。引き続きこの調子でよろしくお願いします。じゃあ2本の動画両方とも見させていただいて、そうですね、週刊中年ジャンプの再生リストに入れさせていただきます。これからもよろしくお願いします。じゃあ失礼します。